働くすがる、すがるは、アルクルアーンにおける、第十六番目のスーラである。本章では、神への賛美、配信者への警告のほか、人間の営みに関して、具体的に指示がある。蜜チに関して言及がある節は、六十八節と六十九節で、ある。蜜チが出す蜜は、人間の薬となり、神のお印がある。 五十節は、サジダ武士である。天地創造に関する不死人間に関する不死家畜に関する不死天体、雨に関する不死海大地、道、星に関する不死現世での良いことに関する不死、サジダに関する不死女児出産に関する不死自治、夏目野市、武道に関する不死すがるに関する不死寿命に関する不死配偶者、 孫に関する不死鳥に関する不死衣服と住居に関する不死。行為に関する不死。アルクルアーンに関する不死配信者に関する不死正当なものと、タブーに関する不死回春に関する不死ブラーヒームに、関する不死安息日に関する不死イスラームへの招待に、関する不死報復に関する不死神は例えを用いるが、神をいろいろなものに例えてはいけない。神に対して、 何かを別造してはならないのである。神は例えを用いて不信人者に警告する。神以外の信仰の対象物はターグートである。神による創造物を明示した上で神は以下のように警告する。最後の審判の時、偶像崇拝者あるいは他神教徒たちはターグートたちを見かけて自分たちはそのターグートたちを崇拝していたのだと神に告白するが、 ターグとタチはそれを否定する。77節の時の決定というのは最後の審判のことである。最後の審判の到来は一瞬、あるいはもっと短い間隔であることが時間概念として語られる。アルクルアーン第16章、日本ムスリム情報事務所セークルアーン、ABC サジダは、額を地につけてひれ伏した姿勢のこと。平服礼拝 サジダの不死を聞いた者は、その場で、サジダを行う。AB 教時代のアラビアは、男児が望まれ、女児生き埋めの風習があった。まだ消化中の食べ物と、すでに消化して、血液となったもの。酒のこと。67節では、強い飲み物を作るとあり、それを飲まない、もしくは、それを飲む、ということは言及されていない。刑事のこと。アルクルアンは、 以前の啓示と新しい啓示に差異がある。信仰の敵はそこを攻撃した。ルーフアルクデスは大天使ガブリエルのこと。アラーフはルーフアルクデスのこと。アラーフは神。ルーフは霊魂。定冠詞がつくとアルーフ。アルクデスは神聖。ムハンマドは啓示を受けたのではなく聖書に精通した。 外国人がムハンマドを教えていただけという噂が真っ赤にあった。最後の審判のこと。ユダヤ人のこと。イスラームのこと。信仰を拒否する者たちのこと。ABCDE 偶像崇拝者あるいは他信教徒たちのこと。ターグートとは神以外で信仰の対象になっているもの、イブリース、シャイターンなど。 神が唯一であるということが、本当に神のお心ならば、という意味。アラビアの多神教徒の生活に存在していた、いろいろなタブーのこと。ありがとうございます。